口に入れた瞬間、味噌の香りがすごいふわっとしました。そうなんだ。なのでつけないで食べる方が香りを強く感じます。そうですよね。そうなんだ。美味しい。うん、確かに入れた瞬間すごいですよね、香りが。磯の香りすっごいしますね。磯とそばの香りがね、しますよね。また漬けた方が美味しいです、はい、絶対に、まあ、これはいただきます。はい、あ、カル食べじゃあいただきます。なんかもう本当芸術みたいに綺麗なおそばだから、わかる。本当に綺麗なんですよ。わかる。嬉しい、あったかいお蕎麦。かる。レモンも浮いてるからさっぱりしちゃう、うん、さっぱりしてる。いただきます。頑張ってすするんだよ。はい、頑張ってすするよ。すすって頑張って。いただきます。蕎麦はすするものだからね。あ、いけてるよ。うん、おいけてるよ。え、すいちゃってる。え、いけてるよ。え、上手上手。うん、うん、めっちゃ美味しい。すごいさっぱり食べれる感じする。どんな、うん、相場っていうなんです。なんかポン酢みたいな。あ、うん、あ、そうなんだ。すっきりしてる感じ。うん、すっきりしてる。ちょっと山椒が効いてると思う。そうなんだ。なんか女性とか好きそうですね。確かに、 確かに、うん、すごい食べやすくてめちゃめちゃ美味しいです。これからの季節にすごい。ちょっとおつゆから私いただいていいですか。まさかのちょっと気になったって、まあね、麺だけすする人もいるからね。つゆだけ飲んでもらう。うんうんうん、え、美味しい。え、待って、これめっちゃ好き。美味しいよね。めっちゃ美味しいよね。本当に好きになるじゃん。じゃあその汁だけいただく。美味しい。ポン酢、ポン酢ですね。ポン酢ですね。なんか、え、これしゃぶしゃぶにして食べたい。ちょっとちょっと酸味が強いとか。そうですそうです。待って、これ、え、そうですよね。鶏肉を食べたい。鶏肉が、鶏肉入ってるの。そうなんですよ。鶏肉が入ってるんです。え、はい、え、待って、え、中には何が入ってるの。鶏肉と、鶏肉と、あとはそのお団子みたいなのが 豆たんぽって言って、はい、そ、 そのキータンポのちっちゃいやつです。でも、コシヒカリです。あ、美味しい。鶏肉なんだ。なるほど。あ、これか。確かにコシヒカリも楽しめちゃうってことなんですね、新潟の。はい、じゃあちょっと、じゃあその豆たんぽ、豆たんぽ、初めて聞いた。すみません、全然お蕎麦じゃないんですけど、いただきます。美味しそう。うんうんうん。どんな食感ですか？もちもちで、なんかおはぎみたいな。おはぎ、あ、分かりやすい。イメージとしては。ああ、そうなんだ、うん。甘くないおはぎみたいな感じ。そうですね。で、めっちゃこのおつゆの味染み込んでて、すごいさっぱりしてて。絶対美味しいじゃん。なんかお鍋でも絶対美味しい。わかる。ラー油気になる、すごい。お蕎麦を私まだ食べてなかった。あ、そうね。ごめんなさい。ラー油かけていただきます。全然想像できない。お蕎麦にラー油かけたことない。激辛じゃないんで、そんなにちょっとぐらい入っても大丈夫です。わかりました。え、めっちゃ緑。待って。え、これ。本当だ。これ、え、待って、すっごいなんか想像してたよりすごいなんか若草色みたいな。気になる。そうですよね。うん、いただきます。すすれてはないけどね、相変わらず。チュルチュルっと。うん。うんうんうん。うんうん。確かに普通のラー油よりは結構優しめの味かもしれない。うんうん、でも私、割と辛すぎるのは食べれないんですけど、うんうん、今結構かけたんですけど、全然いけます。うん、美味しい。そうなんだ。めっちゃ合います、ラー油とこのポン酢ベースのおつゆ。なんかこういうタイプのラー油かってなる。どういうこと？どういうこと？1個ちょっと聞きたいことがあって、はい、このへぎそばってそもそもなぜそのふのりを使うようになったんですか？
はい、小千谷って織物の町なんですけど、特に麻の織物が盛んで、その麻織物って植物の茎を糸にするんですよ。細かく裂いていって寄り合わせるんで、はいはい、そうすると毛糸みたいな糸になるんですね最初は、うんうんうん、でもそうすると織り機にかけれないので、ふのりを使って糊として使って毛羽立ちを抑えるのにふのりが昔から使われてたんです。昔はお店とかない時に各家庭でそばを打って他の近所の方に振る舞ったりしてたんですけど、そうするとそばの美味しさを競うようになりますよね。その中で切磋琢磨の中でふのりを入れたら、偶然かもなんか分かんないですけど、入れたらすごく美味しかったので、それが広まったっていう、そういうことですね。はい、ふのり自身もびっくりしてますよね、はい、まさかそばで使われるとは思うんですもんね。そうですね、おっしゃる通り、はい、よく見えたらふのりって分かりますもんね。ちょっと見えますもんね、これふのりなんだろうなっていう。緑のやつがふのりですか、ね、緑のほんのちょっとしたもの、ね、はい、それはそうですね、はい、そうなんだ。じゃあ天ぷらいただきましょうか。はい、いいですか、どうぞ。ちょっと本当に嬉しいわ。顔が嬉しいって。何何何もう一回言って。ごめんなさい。すみません。何？じゃお塩をつけていただきます。はい、塩で食べてください。いただきます。はい、いい音。美味しそう。最高だ。声でっかく。声でっかくなった。響いたね。美味しい。ありがとうございます。泣いちゃう、ね、本当に美味しい。うわ、私も舞茸が本当に大好きで、プライベートでスーパーで買うぐらい大好きなんですよ、そうなんですね、でも天ぷらって難しいんですよね、はい、本当に舞茸の味もしっかりしてて、衣もサクサクで美味しいです。うわ、これ絶対あげないから、はい、美味しかったな、もう美味しい。うわ、エビ大きい。そう、めっちゃ大きいの。そんな横たわることある？こんなんだよ。大きい。すごい。立派。立派じゃない？すごい。力の顔より大きいね。そんなことある？エビの方が大きい。顔ちっちゃい。こんなの。いや、いただきます。プレプレ通り越してる感じです。ブルンブルン、ブルンブルン。本当に肉厚、めっちゃ美味しい。なんかやっぱそばと天ぷらって合うよね、うん、残念でした、なくて。いや、私たちには、いやいや、なんだっけ、プチタンポ、覚えて、豆タンポ、豆タンポ、豆タンポがあります。プチタンポじゃないから。でもみんなで食べよう。はい、いただきます。めっちゃ美味しい。美味しい。本当にさ、こんなに幸せな仕事してていいのかね。バチ当たりよ。最高だわ。うん、お送りしてきました信越そば部の新潟編。今回は小千谷市にある綿屋平沢店さんにお邪魔しました。皆さんどうでしたか。いや、まさかさ、そのふのりを使う理由が織物が関係してるって知らなかったよね。びっくりしました。そう、ね、ふのり自身が一番びっくりしてるんだけど、確かに、確かにまさかっていうことなんだろうけど。うーん、どう、ピリ辛のやつ食べて。結構、うん、食べた時は、あ、いけるいけるって思ったんですけど、なんか調子乗って辛くしすぎたのか、今結構唇腫れてる。確かに、めっちゃあった。おそばにラー油ってなんかイメージなかったけど、うん、すごい合う、うん、辛さというか、うん、なんか味変できるのがいいよね。さっぱり食べなかったら、うん、出かけなかったらいいし、なんか暑い時期でも暖かいけどこうさっぱりしてるので、うん、夏でも確かに食べやすいかもね。ということで、信越そば部、お相手は相模ゆめと西村奈々子と安藤千佳奈と小越遥香でした。バイバーイ。バイバーイ。で、なんかね、ここね、そば湯がね、美味しいんだって、すごく。これ絶対にいただきます。ちょっと待ってくださいよ。いや、でもまだ食べたい。わかる。
頑張って。でも私ソフトクリームを食べたい。私もソフトクリーム食べたいです。ソフトクリーム。いや、そば湯飲め。そば湯飲め。OK。卒業したゆたろうさんもいるので、なんかちょっと日本酒がすごいたくさんあって聞いたんですけど、なんか私あんまり日本酒飲んだことなくて、